千年頃の新生ローマ帝国作戦大公領、シモロートリンゲン大公領、ウロートリンゲン大公領、フランケン大公領、シュバーベン大公領、バイエルン、大公領部族大公とは、10世紀、カロリング朝の断絶及び、帝国の最高時に中世ドイツに成立した大公。部族とは、ゲルマンの部族である、フランク、サクソン、バイエルン、アラマンにお指す。 カロリング町は8世紀に旧来の部族大綱領を解体させていたが、旧世紀末のカロリング町の没落とともに、旧来の部族領が王国の分領地と認識されるようになった。この時成立した部族大綱領は、フランケン大綱領、ザクセン大綱領、バイエルン大綱領、シュバーベン大綱領及びロートリンゲン大綱領の5つであった。部族大抗領は、 ザーリアーアザ統治下のドイツにおいても主要な分領地であり続けたが中世世紀初期の法塩したウフェン長下では次第に廃れていき最終的に1180年にフリードリヒ一世がより多くの公領を設置し廃止されたドイツ語の部族大公領スタムシールザージタムという言葉は19世紀半ばにゲルマン死学の中で用いられるようになったがそれは ドイツ統一の問題と関連があった。それゆえこの語の適用性及び中世ドイツにおける部族対抗の実態については長い間議論の対象となっている。その英語の直訳である、ステムダッチーは20世紀初期に用いられるようになった心臓語である。その後、トライバルの語が用いられる傾向はあるものの、ステムダッチーの語が一般的となっている。ありがとうございます。